原宿だったら、例えばもう、ロリータの格好しててもいいし、こんなメイクしててもいいしっていう。日本人に結構近い感覚の人たちがすごい増えてるなというふうにすごい思っていて、自分では作れない、もう到底作れないっていうようなものをやっぱり作ってる方たちがいっぱいいるので、力を持ってる人たちとやっぱりタッグを組んで。皆さん、こんにちは。 のデザイナーの広岡直人と言います、まあ、あるミュージシャンの方がちょっと好きになってでその方があの自分でライブの時に衣装を作ったりあの PV 撮影とか、えー、とそういう部分のこうセットデザインとか、まあ、そういうものに憧れて、まあ、僕もちょっと。 服っていうのを作ってみたいなというふうにこう思ったのがその最初のきっかけなんですけどえまずはあの自分ちょっと文学総学院っていういろんなあの幼児山本さんとかまあ日本の大御所の方がいろいろ出てるような学校でまあスタンダードな スタンダードというかもうファッションでこうだよねっていう部分でずっとやっていて、それで、新しいなんかファッションみたいなのをずっとやりたいなと思っていて、その、不思議とか変とか。で、そういう部分で何がまだやられてないかっていうふうに考えたところ、コスプレっていうジャンルが、まだね、コスプレイヤーとかそんなにいなかった時代なんですけど、あの、ファッション、 人が服を着てコスプレして変わるっていう服を着るっていう行為は普通にファッションと一緒だと思うんですけどあの、まあ、意味合いとか、まあ、そういう方向性が違うんでただそれをちゃんとこうファッションの世界に持っていくとまだ誰もやってない新しいものができるんじゃないかなというところで、えー、ちょっとそういう方向にやってみようかなという形で進みました。